さまさしたら虹を探すように、綺麗な仕組みをいくつも分かってたらいいね。丸い空に丸い心浮かべてみたら、どこか遠く遠くで起きていること見えるようになるかな。泣いている人にもそっと鳥の声届けよう。泣いている子供にそっと差したら。